さあ始まりました、田辺の和室。始まりました。皆さんが、はい、スキップした時の、うんうん、踏ん張る方の片足になりたい田辺です。皆さんが初めて買ったレトルトカレーで開けたら入ってた意外と大きい肉みたいな存在になりたい。うわー、それは嬉しいよ。嬉しいよね。田辺さんも不思議、あっちから踏ん張る方の足ってどっから来てるの？スキップするときのね、うん、でも結局両方よね。両方だね。両方だ。足になりたいんだよ。田辺さんの最初のこの一言聞いてると私さ、すごい深いこと考えてんのかなって一瞬めちゃくちゃ考えちゃうんだけど。うん。うん。何も深いことは考えてないもん。じゃあ、だとしたら逆にその言葉出てくるのすごい。確かに。今回の田辺の和室の絵はリンクさんですね。はい。リンクさんが描いてくださったイラストを使わせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。めちゃくちゃ可愛いよね。うん、可愛いよ。そして何よりさ、これ私たちの映像出てないけどさ、うん、実際和室で、うん、撮ってる時私寝っ転がってんのよ。そう、今も田辺さん寝っ転がってる。寝っ転がってる。そう、正解なんだよね、これ。うん。すごいよね。すごいよ。いや、聞いてる方、本当にこのイラストの通りに収録してるんで。うん。大正解で。うん、寝っ転がってんだよ。田辺さん寝っ転がって収録してるんです。しかもこれさ、ね、うん、私と田辺さんすごい可愛く描いてくれてるのはもちろんなんだけどさ、うん、あの湯飲みがさ、はるちゃんとあんりちゃんのカラーになってるとこ、いやすごいよね。そこすごい細かいとこまで描いてくれてて、コメントありがたいね。夢に出てきてくださいなんて奇特なこと書いてる。ああ、本当だよ。いいんですか？怖い。悪夢にならないかな。いや、そう。私と田辺さん出てきて。怖いよね。出てきて。あなたのスキップした時の、バルフォーの足にならしてください。怖い、怖い、ホラーだよ。怖いよ。夢に出てきて田辺さん行ったらめっちゃ怖いよ。怖いよね。え、あれ、そういえば、うん、そうか。怖いで言うとさ。うん。亀梨さんが主演した怖い間取りの、うんうんうん、バター姉さんっていうキャラクターがいるんだけど、キャラクターというかみんなからそう呼ばれてたんだけど、うん、そっくりなのよ本当に。田辺さんに？そう。お化け？お化け。冷蔵庫の中でバターかじってるお化け。いろんな意味でめっちゃ怖いけどな。めっちゃ怖いよね。うん、で、ほんとこれ、結構何人かに田辺さんかと思ったって書かれてて。え？田辺さん？私じゃないよ。でも、ほぼ私なんだよね。バター姉さん。うん。バター姉さん。そんなお化けの名前じゃない。みんながそうやってつけてる。うん、ちょっと、みんな確認して。確認してほしいよ。田辺さんか田辺さんじゃないかって。うん。本当私なんだよね。すごいね、バター。え？本当にバターかじるだけなの？お化け？うん、でも、そうだよ。冷蔵庫開けたらいきなり出てきて、亀梨さんがわーって驚いてる。うん、亀梨さんのこと驚かせるなんてね。うん、すごいよ。でもいや、バターかじるだけだったらって思ったけど、結構バターって高いからかじられたらダメージでかいかもしれない。でかいよね。うん。え、バターだけで食べれるかな？あ、でも、バター、レーズンバターとかさ。あ、レーズンバターはいける。あれバター、まあ一応レーズンとバター、バター。だ、美味しいバターだったらそれだけで。いけんのか。なんか、昔、あれなんか小説家のエクニカオリかなんかがバター好きで、バターだけ食べたみたいなって読んだ気がする。
私さ、バターさ、うん、溶けないと食べれないかもしれない。え、あのトーストとかにホットケーキに塗って溶けてるやつってこと？うん。え、ある？でも冷たいままバター食べるってない。あ、レーズンバターか。うん、レーズンバター食べれる、レーズンが入ってるから、あと酒も風味があるからあれだけど、うん、え、でもバターだけ食べるってある？あ、あるよ。私バターだけはないけど、うん、あ、パンに入ってんのよ、バターとチョコがね。あ、それはいけるわ、チョコと一緒だから。あんバターとかのコッペパンとかのバターも溶けてないよね。お、私でもね、そういう時ね、焼いて溶かすの。ああ、あんま得意じゃないんだ、あの、うん、固形の冷たいの、冷たいもの。でもバター私もなんかあったかい方が美味しい気がする。あったかい方が美味しいよね。うん、そうなんだよね。あ、でもあれは好きだわ、あれ。あれでバター克服したようなもんだよ、六花亭のバターサンド。あ、あれ美味しいね、あれ。うん、あれ美味しいわ。あれに出会うまではバター好きじゃなかったよ。え、バター好きじゃなかったんだ。いや、私バターマーガリン食べれなかったの昔。え、え、じゃあホットケーキとか、え、トーストも、うん、そうだ、塗らなかったよ。子供の頃。え、じゃあ、あの、いちごジャムとかで食べてたの？いちごジャム？あの、じゃあホットケーキとかメープルシロップ単体とかってこと？あ、そうだよ。おー、ええー。マーガリンも嫌いで。で、六花亭の、あの、バターサンドに。そう。あれはね、美味しいよね。最初嫌だって言ってたの。そんなバターさん、バターをって、うん、それがね、いつも間にか大人になったらバターにめちゃくちゃこだわるようになって、でとうとういよいよバター姉さんにまで、そうだよ、バター姉さんにまでなってなってないけど、え、でも怖い間取り、あの、2あったらちょっとバター姉さん私にやらせてくれって言いたいね、ただ。いや、本当私にやらせてほしいんだけど、え、しかもさ、あの怖い間取りさ、うん、あれ本さ、うん、買ったじゃん、うん、であれ私坂寄さんに押し付けたよね。そう、怖くて読めないから、うん、あの、こう、坂寄さんが一回読んで、うん、怖くないようにネタバレして教えてくれた怖すぎて読めないからさ。でも亀梨、そう、亀梨くんの帯に亀梨くんの写真が出てたよね。うん、あと亀梨くんが、そう、写真撮って。そう、そう、映画も出てたから。帯もらうから。あと何より、そう、家にあるのが怖いって言って。家に怖い怖い小説あんのが嫌だって。お、小説じゃないか。怖い本あんの嫌だからっつって。うん、でもその気持ちはわかるけどね。うん。人にふさ、怖い本押し付けてさ、うん。しかも怖くないようにネタバレしろって意味がわかる。本当に、あの、うちの母親にも読ませたのよ。うん、読ませてさ、うん、大丈夫かって、うん、大丈夫ってなってて、怖いよって言ってくるから、うん、怖かった。あれでも面白かったな、本、うんうん、映画も面白いよ、うん、田辺さんも出てるのでぜひって、うん、ぜひ、そうそう、うん、そうなのよな、そうそうね、で前回さ、うん、そう、で、ね、で思ったよりちょっと結構なお手前で募集したやつを読もうと思ったら盛り上がってしまって、そう、うん、そうなんだよ。そう、田辺さんがね、前回言ってたドラゴンボールのあられちゃんが出てくるやつ、うん、多分ドラゴンボールスーパースーパーで見れる。え、スーパー見れないんだよね、今、まだ。あ、そうなんだ。え、Hulu で最近さ、うん、悟空が小さい頃は見れんの。うん。知ってた？え、知らない。小さい悟空に会えるよ、まだ。マジ？でも私、Hulu 入ってない。あ、入ってないね、私。じゃあ見れないのか。私、小さい悟空にまた会えると思ってワクワクしてんだけどさ。うん。え、あと、そうだそうだ、あの、ちょっと結構なお手前でに行きたいんだけど、一個どうしても言いたいことがあってさ、田辺さん、あの、うん、ドラゴンボールの
映画の、うん、ムビチケ、うん、あのピッコロさんセンターにいたよ。これもう一回だからあれだよね、ドラゴンボールの映画始まったらちょっと2級の皆さん一回ドラゴンボールの映画だけは見てもらって、うん、ドラゴンボールの映画界を映画界絶対やらないとじゃない。そう、みんなが見てる状態でドラゴンボール映画。いやそうだよ、え、だって春やばい、忙しいよ。忙しいよね。15日にコナン、うん、22にドラゴンボール、うん、やば、コナンとドラゴンボールの間に私の誕生日あるわ。いやそうなんだよ。コナンを最後の33歳で見て、うん、初日に見たらね、でも、うん、ドラゴンボール見るとき私34歳になってる。そうだよ、春は忙しくなるね。春忙しくなるよ。っていうかあとちょっとびっくりなんだけどさ、出会ったときあんた24だったね。10年。うん、いい、びっくりなんだけど。10年だよ私たち、すごいね。うん、10年だよ、10年だよ。はあ、そんな感じしないよね。いや、田辺さんが全然変わんないからさ。変わんないよ。うん、10年って感じしないんだよね。うん、なんかずっとさ、でも私全然変わんないんだけど、10年前と。なんか本当だから、なんか言っちゃあれなんだけど、ちびまる子ちゃんと同じ感じなんだよね。ずっと同じ1年をタイムループして。いや、わかるわかる。でも、そうよね。うん。変わんないよ。本当に田辺さん変わんない。だからなんか、本当、いやだ、もう10年も経っちゃったとか全然思わない。思わないね。年取るの全然大丈夫。いや、そうなのよ。うん、いいよね。本当そう、うん。楽しいよね、年取るのって。そう。なんかさ、本当さ、良くないよね。ん、あの、良くないよねっていうかさ、あ、うん、年取るの嫌だなって。うん。誰言い始めたのって感じ。おお、誰なんだろう、年取るの嫌だって。やっぱ、え、誰が言い始めたの。めっちゃ強い人とか。強い人がやっぱほら、 あるじゃん、やっぱ体力的にさ、あ、強い人はさ、やっぱ衰えるじゃん。うんうんうん。やっぱね。うん。それが嫌なのか。なんか急に悠々白書の話して申し訳ないんだけどさ。うん。あの、玄海ってキャラを覚えてる？あ、覚えてる。ばあさんね。あのばあさんがさ、名言でさ、あの、トグロ弟にさ、うん、なんか、あんたが年を取れば、私も年を取る。それでいいじゃないかっていうさ、うん、説がすごい好きでさ。うん。うん、いいよね。うん。いいよね。いや、あのばあさんさ、若い頃めちゃくちゃさ、そう、綺麗、ね、そう、めっちゃ強いんだけど、ね、よかった。田辺さんがね、いつかその年じゃ足りたくないやって言ってさ、トグロ弟みたいにさ、バケモンになる道を選ぼうとしたら、私はこのセリフで止めようかなって。確かに。あんたが年を取れば、私も年を取る。確かに。あの二人って恋仲ではない。恋仲あったのかね。そこら辺ちょっと分かんない、ね。そこら辺は分かんないけどね。うん。急に悠々白書なん。すいません。いや、悠々白書もね、いいよね。悠々白書も本当にいいよね。本当、アンチ桑原だけど。いや、桑原かっこよ。久しぶりに読んだ桑原、私一番かっこよかったよ。うん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 、桑原ね、うん、大嫌いすぎて私チャンネル変えろって弟に怒るぐらいで。いやいや、読み返してほら、前回のさ、ドクタースランプ、あられちゃんほら、大人になってから見たらさ、いいっていうお便りみたいにさ、悠々、うんうん、白書もさ、まあ確かにね、悠々白書は面白いんで、うん、ではすいません、だいぶそれてしまったんですけど私たちの良くない癖でね、本当ダメね。
ダメで、ついつい楽しくなっちゃって、漫画の話はダメだね。ダメだよ。そう、前回ね、いっぱい紹介したいなって思ってたんですけど、なかなか、ね、なんか田辺さん的に。いや、あのね、うん、あの、モリリンさん、モリリンさんがね、よくわかってるの。あの、魔法陣ぐるぐる大好きです。お二人も好きそうって言ってね。うん、大好き。ビンゴ。そう。ビンゴですよ。ビンゴですね。大好き。私も小さい頃ククリンになりたかったいいとククリンになりたかったけどなれなかったあの私もね、うん、あの魔法陣ぐるぐるは、うん、まあ、その時アニメオタクとかじゃなかったんだけど、うん、魔法陣ぐるぐるのあのデザインが可愛くて、可愛いよね、絵が可愛くて、それで初めてアニメートってところに行ってみたの。あ、そうなんだ。そうだよ。で、なんか私の知ってるアニメート、うん、あ、アニメートっていうかアニメが全然ない印象だったの。うん、なんか本当に知らない漫画がいっぱいあって、うん、アニメート、あれ、なんかもう私の中ではセーラームーンドラゴンボールだったから、うん、子供の頃だからね、うん、あ、全然なんか知らない漫画ばっかだって思って、だけど魔法陣ぐるぐるの下敷き見つけたのよ、うん、で初めて買ったのがそれ。いいよね。渡辺さんそんな好きだったんだ。あ、そうだよ。でも内容ねちょっと覚えてなくてさ、うん、最近もやってたよね、またね。あ、やってたやってた。そう、ニケがさ、ニケみたいな男の子いいなって思ってたんだよね。わかる。わかるわかる。いいよね、あのなんかヘラヘラしてるときけどやるときはやるっていう、うん、うん、いいよね、超いい。私はあのキタキタ親父も好きで、いや、ね、脇でおにぎりえ、そんなのあった。そうそうそう、なんか脇でおにぎりをねキタキタ親父がやってるのがね、うん、すごい握ってるシーンがあってね、私結構なんか悲しいことあるとそれを思い出してて気分上げてたあのおっさんの歌もあるよね。そう、ひらりひらひらって、キタキタ親父がさ、うん、主人公の漫画もあるよね。え、そうなの。あるあるある。キタキタ親父が主人公、めちゃくちゃ歌ってたもん、キタキタ親父の歌あ、でもぐるぐるさ、アニメさ、オープニングもエンディングもすごいいいよね。わ、そうだったっけ。そう、歌めちゃくちゃいい。うん、今もよく聞いてる。いや、お友達になれます、大好きです、私たちも。いや、そうなのよ、うん、ちょっとでも結構抜けてる部分があるから今一度読み直したいなと思って、うん、確かね、はるちゃん、はるちゃんも好きだったのかな。あれ、はるちゃんお姉ちゃんだったかな。魔法陣ぐるぐる好きって言ってた、うん、トカゲの尻尾とかベームベームとかね、あれ書いたよ、うん、棒でさ、うん、魔法陣書いたよ。あ、いいね、うん、いいよね。あ、ちょっと待って。うん。これも私たち、ほんとね、S さんね。うん。一番好きなアニメ、こじこじって。いいよね、こじこじ。大好きです。ほんとにね、好きだよ。うん、超面白いよね、こじこじ。こじこじはね、わかるよ、うん。そう、はるちゃんにもおすすめで。はるちゃんなんかこじこじっぽいよって言って、うん、そうなるね。はるちゃんがこじこじで、あんりちゃんが二郎くんで、田辺さんがゲランで、私がどうですってどう、いや、私の中では坂入さんの方がこじこじっぽいよ私どうですか。どうですではねそう、いいよね、こじこじ。うん、いや、ほんとね、私はね、あの話が好きでね。うん、あの、七夕の。ああ。いいよ、なんか、なんて、織姫彦星がさ、会えなくてさ。ああ、あれかわいいよね。そう。で、会えなかったらってなったらさ。うん。会えなかったらどうしてたみたいな感じで泣いちゃうってやつ、ね。あれいいよね。泣いちゃう。あれよ。いいなぁ。あ、あれだな、なんか、なんだっけな、なんか、まあ、
スージーとブヒブヒが大暴れするんだけど、うん、なんか最終的にあの五作が追いかけてきてみんなで逃げる。あれ何なのあれ。あったあった。あれめっちゃ面白かった。あれ面白いよ。でも、うん、あれも、うん、雪だるまのさ、うん、ここはさ、うん、コロスケだっけ、あれ、あ、そうだ、コロスケがさ、うん、昔の男の子に会いたいってなってさ、あー、あったね、あの不良、そうだっけ、そう、不良、なんか不良になっちゃったってなってたけどさ、違ったんだよね、うん、そう、違うやつ、あれもいいよね。でこじこじがずっとそっちの不良の方にさ付きまとってさ、うん、いいなぁ。こじこじだとペロちゃんとかもかわいいよね。かわいい。よね。いいなぁ。あ、こじこじ。RS さん、うん、が、あの、アニメあずきちゃんが好きでした。あずきちゃんも見てましたって。あずきちゃん見てた。あれ面白かったよね。龍之介くんね。そう、両思いバッチ。って覚えてる、そうだそうだ。うわあ、そう、なんかでもあずきちゃんを見て絶対中学生だったら謎に勝手に彼氏ってできるもんだと見たもん。いや本当だよ。そう、そんなことなかった。私あのパイナップル頭嫌いだったんだけど、パイナップル。あの中学になってからあずきちゃんが付き合い出した。そう。あれいい子じゃん、あの子も。いやだった。私はもう絶対的に龍之介くんが良かったの。龍之介くん良すぎるんだよね。うん。あとな、ケンちゃんも良かったよね。なんかあずきちゃんのお友達、カオルちゃんがケンちゃんのこと好きなんだけど、ケンちゃんはあずきちゃんが好きっていう。うん。うん、そうだそうだ。あれ、秋元康さんだよね。あ、そう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 。びっくりした、最初知ったとき。びっくりした。嘘でしょ？びっくりした。全然そんな感じしないと思ったけど。ね。うわ、あずきちゃん読みたくなってきた。意外と全5巻ぐらいだから私多分ね、わ、読みたくなってきたで、私あずきちゃん多分ね3回ぐらい買い直してるよ。ああそう、毎回読み直して。いや、めっちゃ面白いじゃん。あずきちゃんの作者がなんちゃらちかでさ、ちかさんで。ああ、ね、そうだったとして。木村ちかさんだったかな。うん、ね、なんかあれ、うん、うん、同じだって思ったんだよ。いや、そういうのあるよね。そう。でさ、うん、小学生の時にさ、あの、龍之介くんを好きでさ、ライバルだった女の子が中学になってから、なんか、味方になるとか、そういうのもなんか好きだったの、うん。あと、薫ちゃんね。あ、薫ちゃんかわいいよ。あと、地玉だっけ、うん、どんな技の、あ、いたよね。ああ、いた。あの、ちょっと男の子っぽいね。そう。あと、超どうでもいいんだけどさ、うん、あずきちゃんが遊園地でさ、龍之介くんとデートするときにさ、うん。あれでしょ、写真の、あ、写真もそうなんだけどさ、そう、写真は証明写真でさ、うん、証明写真2人でさ、プリクラみたいな感じで撮るんだけどさ、うん、私あのくるくる巻くタイプのサンドイッチをさ、うん、作るのよ、うん、だけど龍之介が食べて、あれ、これってあずきが作った？って言って、え、なんでわかるの？卵の殻が入ってたっていうシーンをいつまでも忘れられないの。卵サンド食べるたんびにそのシーンを思い出すの。だいぶ覚えてるね。そんなの覚えてない。遊園地って言ったら絶対あの写真のシーンで覚えてる。そう、絶対そっちなんだけど、私、卵の殻が入ってた。卵の殻入ってた。なんでそんなくだらないと、それなんで覚えてるの、なんでそんなこと覚えてるんだろうね。卵サンド見るたんびにしかもそのシーンを思い出すか。そんなキュンもしないんだけど。そう、めちゃくちゃ根付いてる私の頭の中に。よかった。うん。田辺さんさ、ステーキジャングルさんをおすすめしてるんだけどさ、うん、ディズニーピクサー、うん、で、うん、リメンバーミーとソウルフルワールドって見たことある？見たことない。すごいさ、絶対めっちゃ、いいのは分かってるんだけどさ、まだ見れてないんだよね。先輩のね、吉川さん、キッチョムさんがね、うん、すごくね、リメンバービーいいよっておすすめ前してくれて。アンディも言ってた。あ、本当、アンディちゃんも好きなんだ。うん。見てみよう。うん、ありがたいね、こうやってね、送っていただいて。ちょっとまた、まだまだね、うん、言えてないのはあるけど。いっぱい送ってくださって。
なんか、でもちょっとずつなんか紹介していきたいよね。そうね。皆さんも、ね、うん、随時募集して、ね。随時募集のコーナーにしようよ。うん、そうしましょう。うん、あともう一個いい？うん。しょうがないさん。うん。しょうがないって、アンパンマンのキャラクターでさ、田辺さん知ってる？しょうがないさんってキャラ。知らない。めっちゃいいんだよ。この方もさ、娘さんと、13歳の娘さんと聞いてくださってるみたいなんだけどさ、うん、そのしょうがないさんをアイコンにしてて、この方、ネガティブな私はしょうがないさんのポジティブ思考が好きですって言ってて、アンパンマンでさ、なんか事件が起こってもしょうがないさんってしょうがないっつってさ、全部さ、しょうがないで流すんだよ。え？何その人？そう、めっちゃいいんだよね。私もこの前なんかね、ニンニク小僧と一緒に、うん、そうそうそう、ニンニク小僧としょうがないさんメインの回やってて、めっちゃ良かったんだよね。そう、ちょうど田辺さんの好きな白玉さん、七おばさんと同じ死、死のところを争う。しょうがないさん、いいね、そういう、ちょっと見てみよう。うん、そう、これすごい、しょうがないさんもめちゃくちゃいいなって思ったんだよね。いいね。いいね。うん。ドラゴンボール、あ、ドラゴンボールじゃない、アンパンマンも今後注目していきたいよ、より。アンパンマンもぜひ注目だよ、私も。うん。ほんと今、沼にはまってる。アンパンマン沼に。アンパンマン。いいね。うん。そう。なん田辺さん、おすすめしてもらったね。お酒とかもさ、田辺さん飲んだりしたらね、味も言えるしね。うん。ちょっと随時お酒も募集中です。食べ物も漫画もアニメも。お願いします。今までさ、ちょっと急に思ったんだけど、私、あ、30分だとかさ、言って慌てて切ってたけどさ、よくよく考えたら別に30分で何があんだよっていう。私たち別にウルトラマンみたいに30分経ったら星に帰るわけでもないのにさ。いや、そうなのよ。だけどなんか30分。でも、もう30分だよ。びっくりだよ。うん、そう、それ考えたら意外とさ、8時間配信してくださいってさ、あっという間かもしれない、うん。確かに。いけそうな気はするけどね。多分、ドラゴンボールでさ、私と田辺さんとピッコロさんとご飯でもしハワイに行ったらとかいう話したら多分8時間あっという間で行けそうだね、うん、移動楽そうだよ。うちは国際免許も持ってないからさ。あ、確かに。え、空ってさ乗せてくれるっけ。空誰か乗せてたっけ。なんか悟空は金正恩でさ乗ってたけど、え、誰か背中に乗せてたっけ。乗せてないよね。あ、でも、そうだよね。修行から？めんど。いや、だったら、飛べるようになるのとさ、国際免許とのどっちがむずいんだろう。飛ぶ方がむずくないんだ。田辺さん、空飛んでたらめっちゃおらんけどね。いや、面白いよ。だってあのビーデルさんですらさ、空飛ぶの大変だったんだよ。うん。髪切ってさ、うん、確かに田辺さん髪切ってわざわざ、え、ビデルさんも大変だったから無理だよ。確かに国際免許の方がでかいね、うん、普通誰か頼めばいいんじゃない、現地の人。確かに、うん、超面白い。言いたいよ、ピッコロさんにビーフとチキンどっちにしますか。ビーフとあれでも空、外で空飛んでいくのかな。あ、またそんな話して。でも、どうすんだろう。ハワイ飛んでくの大変だよね。ハワイまで飛んでくの大変だよね。やっぱそういう時は普通に飛行機乗るの。多分ご飯は飛行機乗ると思うのよ。うん、これさんも乗るのかな。でも通る、ピッコロさん通れる。え、止められるってこと。うん、
なんだ、その、ここ絶対なんか入ってそうだもんね。そうだよ、絶対言わない。肩の尖ってるマントとか見せてみろとか。うん、かわいそう。だったら飛んでってもらった方がいいよ。確かに。わあ。でもなんか、ピッコロさんがさ、うん、もし飛行機一緒に乗ってたらさ、フライト中に映画とか見てたら私何見てんだろうって覗きたかった。見るかな、使い方わかる。いや、そこは私がこれ映画見れるみたいですよとか、うん、音楽聴けるみたいですよって。でも瞑想してそうじゃない、ピッコロさん。瞑想してんのかな、見んのかな、ちょっとそればっかりはわかんないね。うん、田辺さんはあのご飯の隣に仲良くなるためにフライト中。無理だよ、喋んないよ。田辺さん、ビーフとチキンどっちがいいですかって言ってますよってご飯ビーフで。ビーフ、うん、田辺さんがあの言ってくれた通り、あの僕もビーフにしたらビーフ美味しいですって言ってくれるかもしれない。あ、私のおかげじゃないよって、チキンも美味しいよっていう。せっかく仲直りしたのに。うん、なかなかね、埋まらないよ。なかなか埋まらない。なんでそのスナイプメンバーでハワイ行くんだって。本当だよ、どうやって。こっから、今でも私たちうっかりここから話して、8時間。行けそうな気がしてきて怖いよ。してきたけどね。あ、そう、だから多分これ一生続けられるから30分で切ってんだよ、うちら。あ、確かに、一生は続いちゃう、うん。そう、多分一生ね、喋れちゃうから怖いんだよ。うん、そうか、だから私、今まで30分で。そうそうそう、だって今ももう怖いもん。このまま気づいたら、うん、危ないよ。リスナーの人とかも気づいたら仕事サボっちゃった。そうだよ、和室3年経ってたとかあるかな、うん、また来週お会いしましょう。また来週お会いしましょう。すいませんでした。さようなら。さようなら。さようなら。さあ、始まりました。田辺の和室。始まりました。